ヤッホーメラです。この子はうちで飼育してるレオパード月光、モルフはブレイジングブリザードというモルフの子ですね。今日はこの子にゴキブリをね与えてみたいと思います。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。コメントは次動画上げた時に返していきますので、よかったらコメントしていってください。それではやっていきます。今回与える餌はこちらのカルシウムパウダーをまぶしたディビアと言われるゴキブリですね。まあ、こちらのねディビアと言われるゴキブリは結構栄養があるので、まあ、やっぱりねコオロギばっかりだけでもダメだと思うので、まあ、こういうようなものもねしっかりと与えていきます。なんか欲しそうにねこっちを見てますね。ほら気がついたか。お、多分気がついたっぽいね。欲しそうな感じにしてますよね。お、こうやってね覗き込んでね入ろうとしてますね。まあこの子はねピンセットから餌食べるので、ピンセットからね餌与えていきます。ね、ピンセットから与えていきます。これ、おお、いいね、いい食いつき。こんな感じでね何でもバクバクね食べてくれると気持ちがいいですよね。はい、おかわり。お、違う違うとこ行ったね君。ピンセットを一回噛まなかったかい君。なんか何事もなかったかのような感じで、済ましたような感じで食べてるけど。ではね、まだもう一匹ね与えていきます。おー、いいね。まあコオロギはねいつも後ろ足を取っているんですけど、リビアはね足を取ってないです。なんでね餌をあげるのがとてもね楽なんですよ。おー、いいね。あんたまだ口の中にちょっと残ってるけど、いいね。まだね与えていきます。まあ次がねラストになります。これどうぞ。あ、お腹いっぱい、もしかして、それともまだ食べきれてない。これこれこれラストだぞ。お腹いっぱいになったか。うん、可愛いですね。この舌をねペロペロ出してるこのね姿が可愛いですね。食べないかい。食べなかったらこの子他の子にあげちゃうけど。ああ、どうやらねお腹いっぱいになったっぽいんでね、こんな感じにします。ということで今回はこんな感じに動画の方をね終わっていきたいと思います。この子はちゃんとねディビア食べてくれたんでよかったですね。他にもね何種類かレオパがいるんですけど、その子たちはねディビア食べるかどうかねまだ試してないので、まあ、これからね試して、まあ、他の子たちもね動画にしていきたいと思います。まあ、結構ねリビア与えたシリーズがね多分ちょっと多くなるかもしれないですね。という感じでこの辺で動画の方終わりにしようと思います。次の動画も見てね。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。